ヨーロッパ圏やアメリカのストリートスナップを見ると一種ブランドを合わせた人をよく見ますが、片や日本ではそういった組み合わせは NG だと提唱している人も多くいます。この考えは方は日本人特有なのでしょうか。あ、ナイキとアディダスの組み合わせがダサいとかっていうのは結構ね、有名な話ありますよね。あの、日本でもそれって結構アメリカでもあるっていうのは聞きますね。日本だけではなくて海外、アメリカとかでもその派閥というか、このブランドにこれ合わせちゃダメよみたいな感じはあるとは思いますね。日本特有のものっていうことで言うと、やっぱりそのソースが少ないっていうのはあるかもしれませんね。海から渡ってきて日本に来るもんじゃないですか、大体あのストリートファッションって、日本発祥のものもあると思うけど、やっぱり割合少ないと思うんですよね。だからその海外から入ってくる情報として、なんか分かりやすい情報が流行るというか、例えば外国の人が日本のイメージ聞いた時に、なんか寿司とか天ぷらとか勤勉で、すごく丁寧で優しくて、で猫背で背ちっちゃくて、みたいな、そんな感じのイメージがなんかアジア人とか日本人にあるんかもしれないですけども、それと同じようにおそらく日本の中のそういうヒップホップとか、ストリートファッションのカルチャーに関してもですね、多分ですけども、ストリートカルチャーを取り入れようとした時に海外から入ってくる情報でステレオタイプなものが割とあって、それがなんか今も受け継がれてるっていう感じのは多いんじゃないですかね、おそらく。例えばあの、ヒップホップブランドというか、ラッパーとか B-boy の人でプロクラブを着るのがね、ヒップホップファッションの中で習慣になっているような感じがありますけど、日本でね、ありますけど、実は海外ではプロクラブよりもプロファイブっていうね、ブランドの方がボディのメーカーとしては流行ってるというか主流なんですよね。だから多分そのあたりとかっていうのも、一回もプロクラブ入ってきたから、そっからもうずっとプロクラブが日本の B-boy の中では、主流みたいな感じになってるんかなって思うんですよ。だからその一番流行った時のものがずっと流行ってるみたいな感じに近いんかなと思うんですよね。更新されてないというか、情報が。だから結構そういうなんかガチガチにルール決めてしまってる人とかっても割とおるんかなと思いますね。その人のルールの中でありやったらいいと思いますし、なんかそれに賛同する人が、いるんであれば、その人のルールっていうのはいろんな人のためになってるんやろうなと思うんですよ。だからまあ、提唱するのはありやと思いますけども、まあ強要するのはちょっとまあ、僕は面倒くさいかなと思いますね。みんな好きなように来たらいいと思うし、その中でそのルールがあって、その賛同する人たちの中で楽しむっていうルールやったら面白いと思いますね。そういう風な団結で、多分バイカーチームとかでね、ハーレーのチームがあったりとか、川崎だけのチームがあったりとかする楽しみがあると思うんですよね。そんな感じかなと思いますね。ナイキ蹴ってアディダス行ったカニエですら、アディダスの、ね、自分の作った靴、あれにナイキの靴下を組み合わせて履いてる映像が出回っててね、面白かったですね。しかもあれ、みんな気づいてないところでね、そこを指摘されてる方がいらっしゃったんですけども、あれサイズ合ってないんですよね、イージーね。だいぶでかいんですよね、あのイージーフォームランナーなんでやねんって思って自分とこのやつやんって、前サイズハゲ思ったんですけどね